はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、フローラステークスの、予想の方していきたいなと思うわけなんですが、まあ、その前にですね、先日音声の方でも配信しましたが、加藤誠二くんがね、名古屋競馬の、復帰いたしました。早かったですね。はい、僕がね、全日本プロレスの岩本浩二選手と、名古屋競馬場でロケをしている最中に落馬して、骨折をした、加藤誠二くんなんですけど、はい、そうですね、3ヶ月経ってないのに、3ヶ月、まあ、約3ヶ月でね、復帰ということで、大怪我でね、すごいなと思いました。で、まあ、音声の方でね、1頭、このままチャンスあるかなという馬が2着になり、その次の日に、まあ、見事なね、見事な、逃げ切り勝ちで、はい、勝利という結果を出してね、馬券も取れました。はい、少しですけど、はい、まあ、そのね、復帰初戦で、初戦じゃないな、復帰してね、加藤くんが最初に勝つ時の馬券は当てたいなと思っていたので、まあ非常にね、満足する結果だったんですけど、そうですね、やっぱアスリートってすげえなと思いましたし、うん。そのうちね、チャンスがあればこの動画の方ね、ゲストで来てもらってですね、はい、まあ地方のジョッキーの方がね、中央の予想する分には何の問題もないので、一回引きずり出してですね、一緒に予想対決とかしてみたいななんて思っております。はい。で、フローラステークスということになります。R レベルの想定が、まあ、低マイナスとか低星、になるんじゃないのかなっていう思うんですけど、まあ、21頭ね、登録しているので、まあ、どこが、そうですね、出走できないかっていうところでまた変わってくるんですけど、まあ、高いレベルのメンバーにはならないなっていうところですね。はい、全体的に見ると。で、まあ、キャリアが少ない3歳馬になってきますので、過去層を絞っちゃうとね、該当が全然なくなってくるので、1勝クラス以上での R レベル普通以上のね、成績をまず振り返りたいなと思います。で、R レベル普通以上。はい、普通以上なんですけど、ウィン・マリリンがミモザス賞1着ですね。で、ウィン・キートスがそこで2着。湘南ハレルヤがセントポーリア賞1着。で、ホーピースフルが、100日超特別1着。で、ボリアーモがユリカモメ賞1着という感じになってますね。はい、また噛んでしまいましたが。で、重賞に関してはですね、レッドルレーブが、フラワーカップ2着。です。はい。で、スカイグルーブが、京成杯2着という感じになってます。もう、ウの濁点の馬、ちょっと、どんどん増えてきましたね。やっぱ、一時より。はい。で、まあ、ちょっとね、話脱線しますけど、いつぐらいでしたかね、10年ぐらい前かな。ウに濁点がついている馬って、かっこいい名前が多いじゃないですか。なんとなく。ってことは、なんか、馬主さんも期待している馬が多いのかなって思って、ウに点々ついてる馬のね、回収率を調べたら結構高かったという、そんなようなね、小話もあるんですけど、はい。まあでもちょっと、ブってね、言いにくいですからね、ちょっとね、普通のブに変えていただきたいなっていうふうに、もうこの40ぐらいのね、おっさんになってくると思うわけなんですが、まあこんな感じでですね、重賞に関しては R レベルが高くないところで2着だったこのレッドルレーブとスカイグルーブの2頭。まあ非常にまあこの2頭にはね、2頭には楽しみなね、物語もあるんですけど、それ VS、1勝クラス以上の、まあ特別で、の高いレベルのところ、ある程度のレベルのところで構想している馬の対決っていう構図になるのは非常に面白いなというふうに思っています。はい。次に、R レベル低プラス以下の芝の2000メートルの、種牡馬成績ですね。今回、登録している馬の種牡馬たちだけの成績になるんですけど、まあ、そうですね、分母数考えても、そこを含めてもディープ3区の成績がいいですね。はい。で、回収も 100% を超えているっていう結果になっています。で、初クライ3区に関してはちょっとね、勝ちきれないレースもちょこちょこあるなというところです。あと、オルフェーブル3区と絆3区に関しては回収が高いですね。で、今後ちょっと伸びていくんじゃないのかなっていう、こういう成績はこの条件で伸びていく可能性が結構高いなっていうふうに思います。はい。で、まずはですね、スカイグルーブとレッドルレーブの2頭なんですけど、まあ、この2頭が、まあ、2強的な指示になるかなとは思うんですよね。で、その能力はもちろんのこと、馬としての人気が絶対的にあるであろう2頭だと思うんですよ。はい。で、まずスカイグルーブに関しては、前走京成杯2着でしたね。はい。なんですけど、R レベル的にはですね、まあ、低のプラス、マイナスですね。はい。で、マイナスなんですよね。で、SPL 的にも低速判定のレースだったということになるので、そうですね。で、まあ、その、京成杯の、低マイナスっていうレース、R レベルを振り返ると、まあ、2011年までね、遡っちゃうことになるんですよ。で、あまりいなかったんですけど、まあ、そうなると、そこでね、そこからの活躍した馬はそんなにいるわけじゃないっていうところ、まあ、たった一つの例でしかないんですが、まあ、そこまで過剰なね、評価をしていいのかどうかっていうところがちょっと悩むところなんですよ。で、まあ、東京、
での新馬戦ですね。新馬戦に関してはもう圧勝、ぶっちぎりの圧勝でした。ただ負かした相手が全てまだ未勝利っていうこともありますし、人気が思いっきり被ってしまうんだったら頭で買ううまみっていうのがちょっと見えないなっていう一頭になっちゃうのかなと思いますね。はい。ただまあ前走に関してはね、まあキャリア2戦目の重賞っていうところでまだ経験もない中で、まあ本当にまさに教習っていう言葉ですかね。クリスタルブラックの教習にあって、まあ負けちゃったっていうところもあって、力負けしたわけではないですしね。勝ちに等しいようなレースをしていました。まだまだ当然だからキャリアがないんで伸びしろたっぷりなんで、ここから大幅にね、もう一段、二段ね、上の馬になるっていう可能性は高いとは思うんですけど、まあ、オッズ的にどうかっていう感じですね。で、レッドルレーブに関しては、まあ、フラワーカップが手プラス判定になってました。で、過去にね、手プラス判定のフラワーカップ構想組がそこまでね、実装活躍していないっていうのはちょっと気になるところなんですよね。で、ただまあ、レース内容としては勝負どころでちょっと窮屈になってる中で2着だったっていうこともあります。はい。で、でかい馬じゃないんですけどね、混戦になっても、まあ、力強さがすごくある馬、勝負根性もあるなっていうところはレースを見てて思っているんですよ。で、まあ、新馬戦ですね。で、まあ、レトルレーブを任した、フィリオアレグロに関しては、そのままね、共同通信杯3着になってますし、まあ、価値のあるレースをしてきているのは、レトルレーブの方なのかなっていうふうには、個人的には、思いました。はい。で、まあ、そうですね。まあ、ドラマっていうところで言ったら、まあ、馬券とはちょっと外れた話になっちゃうんですけど、まあ、僕はエアグルーヴ大好きなんですよね。まあ、ウニ点々ついとるじゃないかっていう話なんですけど、まあこの2頭ね、まあ競馬ファンの人、まあ皆さん、まあそういう目線で見て楽しんでるとは思うんですけど、まあエアグルーヴの孫とひ孫ですからね。はい、もう、この2頭だから激戦してマッチレースでもしてくれて、これからね、ライバル物語があったらすごい面白いなって、スポーツとしてのね、競馬の部分で言ったらすごい楽しみだなって思うんですよね。ただその馬券的なところに話を戻すと、僕はやっぱ低いRレベルの重賞で2着の2頭、の馬券を買うよりも、で、買うとしたらおそらく1点で買わなきゃいけないぐらいのオッズになってしまうので、なのでまあ動画のこの最初の方で話したね、1勝クラスの R レベル普通以上のまあ特別でね、特別競争でまあ結果を出している馬を馬券的には買いたいなと思うんです。はい。まあそこでね、そんな馬たちになってくるんですけど、まずホーピースフル。はい。で、クイーンカップはまあ、ちょっとマイル戦への対応が難しかったかなっていう印象はありましたね。位置取りは悪くなかったんですけど、まあいつもよりは後ろで競馬をしていましたし、なんか追走もなんかいつもとはちょっと、いつもより楽な感じにしているようには僕は見えなかったなっていう感じでした。で、距離がね、今回まあ2000メートルに戻るというか、2000メートルになるっていう、まあ距離が延長するっていうことは、まあこの前にとってはプラスになると思いますし、まあ、むしろね、楽に先行前に入り込んで、楽に競馬ができるっていう状況になるっていうことは、まあ、プラスかなと思います。だ逆に前走クイーンカップでね、マイルを経験したことが生きてくる、チャンスも十分にあるかなと思います。はい。で、この馬に関しては、まあ、5頭立てだったんですけど、100日走特別ですね。勝ちっぷりっていうのは僕はすごく良かったなと思いますし、で、前走時点で馬体重が476キロですか。はい。で、まあ、着実に成長しているっていうところもあります。で、まだまだここからね、能力上げてくる1頭かなと思います。はい。で、そうですね、桜花賞よりね、オークスの方が当然距離的に合う馬だと思いますし、まあ、前走、逆に負けてくれてよかったっていう結果をここで出してくれる、可能性も十分にある馬だなと、思います。はい。能力は、過去のレースを見ても十分、足りると思いますね。で、まあ、新馬戦まで振り返ると、まあ、宮間桜にもね、楽勝しています。まあ、あの時の宮間桜の、レース内容がどうだったっていうところは置いといての話になりますけど、で、まあ、フローラスエクスに関しては前走1勝クラスの、まあ、特別レース、Rレベルの高いところを走っている馬ですね。まあ、勝利している馬の構想が多いレースでもありますので、まあ、まあ、ちょっとエアグルーヴ愛はね、まあ馬券からは僕は外してですね、本命はホーピースフルで行きたいなと思っています。で、まあ他の馬で言うと、まあ湘南ハレルヤ、前走フラワーカップだったんですけど、まあゲームの G1 ジョッキーって皆さんね、やったことありますかね。僕好きで一時期やってたんですけど、まあ G1 ジョッキーでね、やけくそでプレイしている時を見てるぐらいですね、ボレンティアがね、斜め後ろから何回もぶつかってきてですね、あれはもう参考外だし、多分 G1 ジョッキーやったことがある人は、みんなあのプレーをしたことがあるんじゃないのかなっていう、みんなあれを頭に思い浮かべたんじゃないのかなっていうようなね、レースでした。まあ、ちょっと忘れてる方がいたら、あとぜひね、前走のね、フラワーカップのレース、ちょっともう一回どっかで見てほしいんですけど、
あんなにぶつけられたらですね、牛でも象でもビビるぞっていうぐらいね、ガンガン当たられてました。はい。で、まあ、それと反してですね、まあ、それの反してというか、まあ、セントポリア賞みたいにね、自分の競馬ができれば本当にいい競馬をする馬ですし、で、まあ、距離も伸びた方がいいタイプかなっていう印象はあります。はい。で、任してるね、青いクレアトール、これがスプリングステークス5着になってますし、まあ、なかなか侮れない1頭だろうなとは、思いますね。はい。で、ボリアーモなんですけど、まあ、東京芝 2000m の未勝利戦を 0.6 秒差で圧勝しているという、まあ、未勝利戦ですけど圧勝していました。で、前走ゆりかもめ賞ですね、2400m の競馬で2着だったんですけど、まあ、決め手は、そうですね、この時期の、まあ、3歳の重賞だったら全然通用するものを持っているなっていう印象です。はい。で、前走の勝ち馬が、次走忘れなぐさ賞で3着でした。で、3着馬がアザレア賞で3着ということで、まあ、そういう点で言えばね、その前走2着っていうのは価値があるレースかなとは思います。で、ウィン・マリリンとウィン・キートス、まあ、ミモザ賞1、2着のね、2人というか2頭なんですけど、僕はですね、個人的にはこの、まあ、その勝ちきれてないまではあるんですけど、一戦ごとの内容ですね、の成長度であったりとか、距離がね、2000m以上の方が合うっていうところで、ウィン・キートスをね、実はフローラステークスで本命にしようかと思っていたんですけど、おそらくまあ新緑賞の方行くんじゃないのかなと思うんですよね。はい。で、まあ仮にフローラステークスに出走するのであれば、まあ単勝はね、買っておきたいのが、ウィン・キートスなんですけど、まあ現時点この収録がまだね、水曜なので、まあちょっとまだわからないなという感じです。はい。で、ウィン・マリリンの方に関しては、東京コースがどう転ぶかですよね。なかなかね、こういう手のタイプは僕はちょっと、予想するのがね、なかなか難しいと思ってしまうんですけど、まあ、東京コースになるわけなんですけど、まあ、中山で参戦してるわけじゃないですか。で、新馬戦ミモザ賞も圧勝に近いね、結果を残しているだけに、まあ、中山での適性がね、ぐっと高いと、じゃあ東京の方でどうなのかなっていうところがあったりしますね。で、ウィン・マリリの兄弟とかを見ると、東京だけさっぱりっていう馬もいますし、まあ、そうなると僕はミモザ賞組だったらやっぱウィン・キートスの方が買いたかったかなっていう感じですかね。はい。まあ、ウィン・マリリンもある程度人気すると思いますし、ちょっと馬券からは外したいなっていうふうに思いました。で、まあ、馬券はどう買おうかなっていうところなんですけど、まあ、ホーピースフルと、ボリアーモの単勝ですね、2頭は買いたいなと思います。で、ウィン・キートスが出るんだったら、ウィン・キートスも単勝ね、買いたいなと思ってます。で、馬単の相手ですね、まあ、単勝のその2頭からは、まあ、スカイグルーブ、レッドルレーブ、あと湘南ハレルヤ。ですかね。で、馬連だと、まあ、ホーピースフルも人気しますから、おそらく。まあ、スカイグループ、レッドルレーブの馬連っていう買い目が入っちゃった時点でも、他の馬券買えなくなるオッズなので、僕的には。はい、馬単で、スカイグループ、レッドルレーブ、湘南ハレルヤ。もちろん、軸同士のね、馬単っていうのも買っておきたいなと思いますが、まあ、そこに関しては、まあ、軸同士の馬単に関してはですね、馬連の方が配当が良ければ、まあ、合成オート的に、配当が良ければ当然馬連を買うというようなことをしたいなとは思っています。はい、まあ、そんな感じですね。フローラステークス、もうフローラステークスかって感じですね。もう4月も終わりますね。緊急事態宣言が出て、まあ、無観客のままです。はい、で、5月末まで、無観客決定ということで、そうですね。まあ、ここからオークスに行く馬もいますし、まあ、ダービーも含めて全て無観客になるということで、まあ、寂しいなと思いますが、まあ、まずはね、この現状の回復っていうか、まあ、現状の解決がね、重要だと思いますし、はい。本当に毎週言ってますけど、この競馬やれること、まあ、競馬馬券買えること、競馬見れることに本当にね、感謝しながらやっていきたいなと思っております。で、福島牝馬ステークスに関してはですね、ちょっと時間の都合で収録できなかったので、LINE アットの方で注目馬配信したいなと思いますので、ぜひね、LINE アットの方も登録していただけたら嬉しいなと思っております。配信に関しては、そうですね、まあ、木曜日の、まあ、夜、まあ、23時ぐらいにしましょうか、に、配信したいなっていうふうに思っておりますので、まあ、ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいなと。思っております。はい。で、まあ、そんなわけで、やってきたんですけど、まあ、もう一個ね、マイルの方も、予想動画アップしておりますし、その動画でも言いましたけどね、まあ、こういう、着替え、私服に着替えるのはめんどくさいんで、T シャツ作ったんで、撮影用の、はい、ニューゲームプラスウィークエンドの T シャツ作ったんで、はい、
こういうのをね、着てる頻度が増えると思うんですけど、毎日同じ服着てる、なんかちょっと不潔感がある、人だとはね、勘違いしないでもらえたら嬉しいなと思っております。ということで、ぜひぜひチャンネル登録などしていただけたら嬉しいなという感じで今回は終わりたいと思います。竹内でした。さよなら。